茨城県道312号小賀停車場線小賀市本町茨城県道312号小賀停車場線は茨城県小賀市の JR 宇都宮線小賀駅から茨城県道261号の木小賀線までを結ぶ一般県道である小賀駅西口と旧日光街道を東西に約300メートルほどで結ぶ小賀中心市街にある一般県道である 1959年10月14日、新たな県道として、小賀市大畑小賀の古川停車場を起点とし、一級国道4号線交点を終点とする区間を本路線とする、県道小賀停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号312となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、 小賀市本町一丁目道二丁目間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。上層台地上にある平坦道路で周辺は旧日光街道の小賀軸があった観光地でもある。本路線の終点にあたる小賀駅西口入口交差点は 県道の義古河線と交差するほか、主要地方道佐野古賀線の起点でもある交差点である。旧日光街道と接続するバイパス通りが開通して以来、それまで古賀駅西口からまっすぐに接続していた道路の一部が2012年に古賀市に管されたため、現在はクランク状の線形となっている。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 県道路線認定茨城県法、郊外10月14日よりット a b 道路の区域の変更、茨城県法、第2362号、P12、ABCDE。B C D e 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法第779号対象9年4月1日、茨城県国示第147号より道路の区域決定茨城県法、号外10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法第637号、 ピアニッシモ、8から12、道路の区域の変更、茨城県法、第783号、P36、電線共同工を整備すべき道路の指定、茨城県法、第1165号、P10、道路の区域の変更、茨城県法、第1607号、ピアニッシモ、36から37、道路の共用の開始、茨城県法、第1631号、 P8 道路の共用の開始茨城県法第1851号 P2 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2 9 8 5号ピアニッシモ1828ありがとうございます